2組目は特定非営利活動法人赤木自然塾渡辺さんです。プラン名は赤木 e バイクコミュニティレンタサイクルについてです。それでは準備ができましたところでお願いいたします。渡辺さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は、NPO 法人赤木自然塾の渡辺忍と申します。赤木自然塾はですね、以前より赤木山の環境保護活動を行ってきた法人でありまして、昨年3月にはですね、観光庁が進めております日本版 DMO の、において前橋市と桐生市の協力を得まして、赤木山エリアの地域連携 DMO 法人として観光地域づけに取り組んでおります。 DMO 法人というのは、観光庁の言葉で簡単に申しますと、観光地域づくりにおける、行政や地域の企業施設との舵取り役のことです。さて、今回私たちが、提案させていただくのは赤木 e バイクコミュニティレンタサイクルです。私たちは e バイクを使って赤木山エリアの観光地域づくりを行います。皆さん、赤木山を知っていますでしょうか？赤木山のイメージはどんなでしょうか？赤木山に行ったことはございますか？赤木山です。で、今回ですね、対象として考えている赤木山エリアというのが、前橋市桐生市を結ぶ上毛電気鉄道、そしてその沿線の周辺ですね、そこから山頂に向けてのこの三角形のエリアを、対象として考えております。まず山頂エリアです。昔から人と共存してきた自然があります。そしてその北に下って南側ですね、南国エリア、日本桜の桜名所100選にも選ばれている赤木南面千本桜をはじめ、さまざまな観光施設があるエリアです。そして、山頂から東側、桐生側ですね、こちらは、地元の人に守られてきた日常が絶景のエリアでございます。そして各エリア共通して言えるのが、地元に根付く祭り、伝統行事、そして食、そして、地元に根付くさまざまな職人がいます。思ってたイメージと同じだったでしょうか？ただやはり課題も多いのが事実です。弱点、田舎です。何もないイメージがあります。コミュニティが濃い、外から見るとちょっと面倒くさそうなイメージもあります。そして、公共交通が不便、車を運転する人がいないといけない。群馬県だと車を持っている方が多いので、そうは感じない方もいるかもしれないですけども、車を持っていないと行くのが大変な場所がたくさんあります。なので、車での来訪がほとんどです。線でつながらずに点でしなってしまっているんですね。なので街歩き的な発見が少ないと思っています。ただ、弱点は強みにも変えられると思います。田舎、コミュニティが濃い、こちらの部分は風景が美しい、癒されるとも考えられますし、美味しいものがたくさん実ります。地元に根付く面白いことが続いていて、住民はそれを知っています。何よりこれですね、オラが村精神というのがあるんです。ということは、地域すべてが観光名所で、誰もが観光案内人であると考えます。弱点は強みに変わるの部分で、公共交通不便、車での来訪がほとんど、ここはどうしましょうということです。で、自転車はどうでしょう？赤城山ヒルクライムという、自転車ロードレースが有名になってきています。趣味として健康管理が、健康管理の一つとして自転車は一つの部分になってきております。とはいえ、赤城山エリアは山ですよね。皆さん思い描いた赤城山、山ですよね。坂ばっかりなんです。私はそれを考えた時に、自転車、いや、ちょっと体力的に無理かなと
体力的に無理かな、辛そうだなっていうのが、私が思った意見です。そこで、先ほどですね、出てきましたこちらですね、 e バイク高性能電動アシスト付きスポーツサイクル、名前だけでもちょっとすごそうじゃないですか。実際私坂道乗ってみたんですけども、坂道が楽々なんで信じられないっていうのが皆さんの意見だったんですね。でだから楽しいんです。で約100キロ走行可能で、充電切れもほとんど心配がありません。でこの通りコンパクトで軽量なので扱いやすいですし、スタイリッシュです。で、近年ですね、 e バイクの特に今年ですね、 e バイク元年と言われておりまして、さまざまなメーカーから e バイクが出ており話題になっております。でこの e バイク自転車、体が不自由な方、高齢者の方はどうするのっていうと、正直そこはカバーできません。ですがこれを事業が進むことによって大きな一歩に前進になると考えております。でこちらのですね、弱点だったところが解消できます。新たな交通移動手段として楽しめて健康にもいいアクティビティとして e バイクレンタル事業を行います。でこの事業では、先ほども出ました前橋と桐生市を結ぶ上毛電気鉄道を、ポイントにします。大郷駅はですね、主要な観光ポイントからも近いですし、サイクルトレインなので、通常の運賃で自転車を、乗せて移動することが可能になります。なので上毛電気鉄道の大郷駅、中央前橋駅を貸し出しポイントにしようと考えております。そしてサイクルツアーを実施します。こちらは月1回を目安に定期的に行おうと思っているんですけども、観光スポットやパワースポット、地元の食事の食ですね、職人の食、自転車講習などテーマを変えてインストラクター付きで、行っていこうと考えております。で注目してほしいのが、 e バイクのレンタル利用する方はもちろんなんですけども、ご自分の自転車での参加も可能にしたいんです。でなぜならばというところなんですが、先ほど出てきましたね、自転車赤城山ヒルクライムが、ね、有名になってきて、自転車のがブームになってきているということは、練習に来ている方いらっしゃいます。赤城山エリアにサイクリストたちが増えているんです。この方たちにもぜひ楽しんでもらいたいと考えたのです。そして、ツアーを実施するだけでは全ての魅力をご紹介できるとは限りませんので、赤城山エリアの DMO であることを強みとして、周辺エリアのマップを作成します。そしてこちらで、ね、操作をしていらっしゃる先ほどね自転車で駆け抜けたお兄さんは、実は元競輪選手でして、その後前橋市の専門職員として赤城山ヒルクライムや、前橋サイクルオアシスなどを担当している方です。サイクルツーリズムの事情にも長けておりますので、こちらの松島さんに、事業サポートをしていただいております。その中で、安全性の部分ですねを考慮して、マップ制作やツアーの、計画を作成していきます。オーダー的要素もあります。前橋市にはサイクルオアシスが54カ所あります。昨年前橋赤城エリアがスローシティ国産連盟に加盟しましたので、 e バイクでのんびり巡る赤城山というイメージ、ブランド化が図れます。そして2020年ですね、ディスティネーションキャンペーン、日本最大級の観光キャンペーンが群馬県に決まりました。2020年は東京オリンピックパラリンピックもあり、東京に近い関東赤城の旅観光を PR するチャンスです。事業スケジュールとしましては、赤い部分がクラウドファンディングで挑戦していく部分になります。1月中旬にクラウドファンディングを開始、4月には事業をスタートさせます。目標額は200万です。黒字の部分、モニターツアー試乗会を実施してアンケートを取っております。そして事務局として、企画運営をしております赤城山サイクルフェスタ、こちらのスタンプラリーで市場調査、グルメガイドでサイクリストへのアンケート調査を行います。最後に赤城 e バイクコミュニティサイクルでできること、
交通の便の悪さを e バイクで解消、新たな二次交通として来訪者の増加と回遊性の向上を期待します。アクティビティとして広報することでヘルスツーリズムですね、体を動かしたい、ダイエットしたいという方の誘客にもつなげます。 e バイクレンタルと継続的なツアーを合わせて行うことで地域の魅力発生も継続的に行っていきます。地元の方が旅人と触れ合うことで自分のエリアですね、赤城の価値を再確認して地域での受け入れ意識の開発ができると考えています。そしてサイクルツーリズムとしての赤城山、これをブランド化することによって、ツアーによる観光施設や商店への経済効果の活性化が期待できます。赤城山ブランド化による旅行貯金の増加が見込めます。将来 e バイクレンタルポイントを観光案内所やカフェと併設するなど、サイクリストや旅人の拠点となり観光をまちづくりとしてにぎわいの増幅を図っていきます。ぜひ私たちと一緒に e バイクを使って赤城山エリアの観光地域づくりを実現してください。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。お客様ありがとうございます。それでは審査員の皆様方にご質問をお聞きしたいと思います。